僕自身は苦労してるかどうかはわかんないですけれど、失敗は何度もしてますし、負けも経験しているんですよね。医学部の時も周りの医大生とか、今だと医者ですね、周りのドクターとかを見たりとかしていたし、自分自身寮生活もしていたし、自衛隊っていう密集空間ですよね。みんなとその生活をしていたので、なんかいろんな人のことが見えたんですよね。で、そういう中で自分って、まあ大したことないなってわかったりとか、自分の能力ってチンケだなとか、なんか劣ってるなみたいなことをすごく分かったりとかしたんですよね。だからついついですね、そういうことを生身で経験していたりしていると、やっぱ社会全体で見直した時に、自分の立ち位置ってここら辺だよな、これぐらいの能力だから大体こんなもんだよなみたいな予測がついてくるんですよね。患者さんも見てても思うんですけど、診察だけでその人の伸びしろがどれぐらいあるかとかは分かんないですよ。それは分かんないんですけど、でも、配られたカードの中で頑張ればいいじゃないかって僕は思うんですよ。経験していった結果なのかどうかわかんないですけど、やっぱ僕も負けず嫌いなところがあって、負けたくないなとか、うまくやりたいなって思うんですけど、でもやっぱりね、配られたカードが悪いからちょっとこれ勝てないなみたいなこともあるんですよね。だから自分の手札だけ見てると、これを頑張ろう、これを頑張ろうってわかるんだけれども、相手の手札とかが見えてきたりすると、あれこれうまくいかないなってわかるわけじゃないですか。そういう失敗や負けの経験とかですね、周りのドクターとか同世代のドクターの動きとか、防衛医大時代の寮生活とかから、まあなんとなく世の中の動きとか自分の立ち位置を考えてるって感じなんですよね。まあ僕自身もそれなりに生き残りの結果だったりしてるんですよね。で、もともと変人っていう説もあるんですけど、アスペルが入ってるみたいなことよく言われるんで、大人になってきていろんな分野の人とかと話したりとか、いろいろ喋ってると、成功した人、出世した人とかでも、あ、僕もそうだよとか、でもすごい失敗してきたんだよみたいなことをよく聞くんですよね。ラッキーなだけだったんだよみたいなこともよく聞くので、まあたくさん失敗してるよって話ですね。こういう一見もうすごいなって人たちも結構失敗してるんですよね。いろんなことに悩んだりとか、失敗してたりとかして、なんか増田羨ましいなとか、自由でいいなみたいなことを、そういう人たちからも言われることがあったりして、僕から見たらあなたの方がよっぽど羨ましいよとか思うんだけれども、人それぞれというか、人生でそういうもんなんだなって思ったりしますね。結局、まあ相手のことをどこまで考えていっても、僕は相手になれないし、配られたカードの中でしか頑張れないので、配られたカードの中で幸せな道を探しているという感じですね。で、その配られたカードで幸せな道を探すためには、まあ失敗もたくさん経験するのは仕方がないよという話です。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンを押してチャンネル登録とシェアの方よろしくお願いします。ではまた。